こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、本日青森県は大間町に来ております。大間と言ったらそうマグロですよね。日本最上級ブランドのマグロの一つ、大間のマグロを今日は一本釣りで狙いに来ました。で、明日漁師さんとお会いしますので、そこで漁師さんに交渉をしましてお話ししたいと思います。にしても海がえらい綺麗だな。すげえマグロのモニュメントがあるよ。ほら見て見て、ほらすげえ、マグロ一本釣りの町大間。このサイズが釣れたりするのかな。これやばいよ、これ300キロぐらいあるんじゃない、これが来たら。まあ、このサイズはなかなか難しいと思うんですけどね。そもそもマグロ釣れたら大惨事ですからね。じゃあ明日の朝までしっかり寝て体調万全で臨みたいと思います。それじゃあ行ってきます。マグロ釣りを体験させていただけるということでご一緒させていただけます漁師さんお呼びしておりますのでお願いします。ありがとうございます。この度はマグロっていうのは資源保護をしっかりされてる魚で、その船ごとに1年間で取っていいキロ数が限られてるんですよ。でその枠の中に僕も少しお手伝いさせていただけるということで、今日はうちの従業員ということで、はい、1日従業員ということでやらせていただきます。もう本来一本釣りなんてもうなかなかやっぱ経験できないことですもんね。できないですね。いや嬉しい、全面サポートということでねやっていただけるっていう話です。ありがとうございます。そしてちょっとせっかくこの大間の美味しいマグロちょっと販売もしたいなっていう、視聴者の皆さんにお安くちょっと提供したいなっていうのも考えてるんですけど、いかがでしょうか。せっかくなんでやりましょう。いいですか、うん、やったー、トントン拍子にことが進んだどうなんですか、やっぱり今釣れてますか。昨日はしけでほとんど休み、その前の日はそこそこ釣れてたかなって感じですね。ただ今日はどうなるかなって、海は分かりませんからね。分かりません。そう、海に絶対はありません。釣れたらラッキー、まあ、でもこの動画が上がってるっていうことは釣れてるんじゃないかな。いやどうなんだろう、未来の僕どうなんだろう、釣れてるのかな、想像できないですよ。僕がこうマグロこう引き寄せてるのが、でも見た感じちょっと波がないっていう最高のコンディション来ちゃってるような気がします。今日はかなりいいですね。ベストな感じなんですよ。めちゃくちゃやっぱ持ってます、自分で言うのはあれですけど、あとは釣るだけ。行きましょう。ボラだ、なんかやっぱこっちのボラとちょっと違うな、なんかあれもうまいんだろうな。でも今日は100キロ級のマグロ、それも本マグロ狙いますよ。行きますよ、夏始めますよ。こちらが今日乗らせていただく船、めちゃくちゃいい船。では乗り込んでいきます。マグロが待っとるな。いやいやすごいな、夜の津軽海峡なんかまがまがしいですね。ちょっと水面見て、なんかやっぱ違う海の様子が。ポイントまで行きましょう、出航。恐ろしい情報が飛び込んできまして、昨日は一歩も釣れてないらしい、皆無だったらしいです。でもね、僕の経験上そういう時の方が次の日釣れです。海は何があるか分かりませんよ。凄ましい釣りだな。始まりました。はい、というわけでポイントの方に到着しまして、今餌を投げてくれてます。まあ疑似餌ですね。これ秘密の餌なので全モザイクになってると思うんですけど、すっごい釣れそうで、船でその疑似餌を引っ張ってマグロが食いついたら上げていくっていうのが一本釣りですね。このワッパにこう繋がってるんですね。で多分先端にこう巻き上げる機械があると思います。自分の手とその機械の力を駆使して上げていくっていう釣りじゃないかなと思います。もうすぐ来るかもしれないですか。来ないね。来ないですか。今のところ全然気配なし。気配なし。その時はでも急に来ますから、で気をつけないと手飛んじゃうらしいです。指がスパーンと運転をしても危ないみたいなんで、ちゃんとあの言うこと聞いてやっていきます。これは、ね、結構町の釣りです。本気よく待ちましょう。あとは運ですよ。運はね持ってますからね。あの最近ダメだな釣り運は。でも今日この日のために取っておいたといっても過言ではない。はい、タッケよ。
跳ねた？跳ねた？来たよ。眩しいからね。サングラスは今日つけさせていただきます。結構海の照り返しで目が焼けてしまうんですよ。穏やかですね。鳥がねちょこちょこ騒いでるんですよ。これは何か起こる前兆ですね。この糸を早く手繰り寄せたいですね。あれが永遠と続いた。来た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 。あれが永遠と続いた。来た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 。来たよ。確かに重い。急に来たね、本当に。さあ、何キロのマグロがついているんでしょうかね。うわっ、これちょっと待って、やばいかもしれん。相当でかいよ。この結構糸の摩擦が熱い。結構力いるこれ。感覚的にすっごいもう地球釣ってるから根がかりみたいな感じ。まだ結構糸はまだ全然引っ張って、まだ全然あります。なんか危ない巻き方みたいなのか。手はその中に上からの方がいいですか。うん、これは体感だとどのぐらいで上がってきますか。魚次第なんで。マジか、来たー。うわー、手がパンパン。急に重い急に重い。ここからです。やば。ここからマグロの動きに合わせて。もうこっから行け。うわあ、危ない。うん、ある手やけどするね。怖い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 。あれ、マジ手離さなかったら軍手が断ち切れて指が落ちてました。適当にやってちゃダメです。もう命がけ。ほらほらほら、思ってかれる。めっちゃ駆け引きがあるなこれ。こっから75m。 あ、でも意外と浅い。お、リーダー来た、リーダー来た、リーダー来た。何キロだこれ、どうなんだろう。もうなんかでもちょっとおとなしいっすね。うん、いやーちょっとね、正直昨日0匹って言われたのでちょっと心配でしたけど、やっぱね、魚から愛されてます、僕は。あー、戻るな。戻らんといて。今行こう。25m。 おし、あと 25m。 来るよ。あー、逃げんな。行くな。見えてきましたね。見えてきました？見えてきましたよ。よし、来た。うわー、やばっ。せっかく巻いたやつが、もう一回 100m くらい持ってかれました。相当すごかった。マグロでしたね。これの繰り返しですか。繰り返しです。パッと見どれくらいありますか。80はない。200とかではなかと。ここ耐えよう。ここ行こう。よし、耐えた。耐えてください、頑張って。何この音。来た。モリマジっすか。頭、うわよっしゃー、すげー、でかはぁ、すごい、やっぱ血がいっぱい出るんですね。これ相当でかい、100あるかも。うわぁ、やったよいしょ。このでかさよ、正真正銘天然の大間のクロマグロです。おめでとうございます。ありがとうございます。さすがです。いや、嬉しいわ。来ました。いや、ありがとう。すげえ、バインバイン。ほら、改めてすげえ、お、動いた。いや、ありがとうございます。いや、これはすごいな。
釣れた瞬間って真っ白だったんですよ。でもこう締まると徐々に徐々に色がね変わってくるんですよ。でこの瞬間もどんどん鮮度落ちちゃうんで、もう早速締めてもらいましょう。で締めるところはちょっと企業秘密なので映せないところありますけど、ちょっとやってもらいましょう。マグロはね処理が大事。うおーすげー。そして神経締めですね。わわわ手際がすごいです。なんかすごく命をいただいているなっていうのをね再確認しますね。いやもうだから実感ないもん、全然自分が釣ったんだっていう。よし、というわけで綺麗に処理していただきました。この通り、この処理が大事なんだ。内臓もうまそうだな。いや初クロマグロが大間なんてなんて贅沢なんでしょう。しかも一本釣り、いや楽しい。この釣りロマンあふれる釣りでしたね。というわけで、今日は1本釣りましたので今からこちらをさばいていきたいと思います。で、さばくところをお借りしてますのでそこで下ろしてスタジオに持ち帰ってスタジオで料理を作っていきたいと思います。これ見てくださいよ。いや吊るすと大きさがよくわかる。いいじゃないですかこれは。鮮度がいいとこういう色するんですね。新鮮な匂いがする。よし運んでもらいましょう。はい、というわけで加工場にやってまいりましてこちらです。すごい。ここでこちらがクロマグロの捕獲した証明書ですね。この辺ここで取れましたよとか、この船が取りましたキロ数86キロですね、令和6年9月7日に取れましたと。商品名本マグロ釣り大間のマグロステッカー、こちらもいただきました。正真正銘ですよ。じゃあいよいよこちらさばいていきましょうか。ブロック状にします。ブロック状にしてこちらをスタジオに持ってって料理するという形を取っていきたいと思います。じゃあまずこのまな板に乗せて頭を落としていきましょうか。気をつけてやっていきますね。すごいことですからね、これ。スンと釣りましたけど、僕の動画はやっぱり料理の動画ですので、本来だったらね、釣りのシーンだけで10分、20分お送りするところですけど、僕はこの釣りのシーン、砂漠シーン、料理のシーン、全部1本でまとめますんで、ちょっと今日の動画、長くなっちゃうかもしれませんけども、最後までお楽しみくださいませ。自分より体重の重たい魚を釣ったのは、生まれて初めてですね。もうね、これエラがすごい綺麗に抜いてくれてありますんでやりやすい。尻尾っていう感じで良さそうなんですよ。うん、美味しそう。僕もマグロを人生で3回ほどしかさばいたことありませんので身を見よう見まねですけども、まずはこの頭のここから1本ノコギリでいきましょう。このエラ蓋、ここめちゃくちゃ硬いんですよ。なのでノコギリを使っていきます。包丁だと刃こぼれしちゃうでしょうね。できるだけまっすぐに、今これ骨に当たってますね。はい、骨いきました。あとは噛みついているだけ。はい、頭が落ちました。そしたらこれ顎ですね。顎も落としちゃう。頭も食べれるのがあって、まずこの目玉ですね。こう目玉くり抜いて目玉食べてます。煮付けにすると美味しいです。で、ここにこういう風に頬肉が入ってます。こうですね。ここも食べれます。で、あとここに頭肉、つららみたいなのが2つこう入ってます。この頭肉も脂があってうまいんですけどね。さあ、ここからですよ、問題は。で、この釜を落としていきますね。ほんで、まだなんかプリプリなんですよね。さっき釣れたもんだから皮だけ切っちゃいたい。マグロの鱗、この大きさですよ。カチカチ、そりゃね、包丁入んないですよ。で、皮が切れたら包丁で身を切っていきます。うわ、すごい油あり。ほら、すごい、釜トロです。すごいね。こっちの身だけ剥がしちゃいますか。あ、くそ、ずれた。で、今回はこちら僕が1本丸ごと買い取りをさせていただきました。はい、じゃあ真ん中入りました。骨が当たる音しますよね。いい音ですね。もうここまで来たら普通の魚と一緒です。まずガイドラインをここに1本さーっと入れていきます。
でも尻尾の方はこう柔らかくて簡単に入っていくんですけど、この背中の方に行くにつれてこう硬くなってくるんですよ。大体ここの背びれあたりですね、ここから硬くなってきますんで、包丁の角度をこうします。逆包丁にしてこういうふうに包丁を入れていきます。背骨の上に包丁をかけてこう入れていきます。見て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 、この中ほら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 、はい、ここまで来たらあとはこっちから入れていきます。魚を下ろしてるって感覚じゃねえな、やっぱマグロはいつさばいても。よし、入った。よし、OK。いきますよ、せーの、よっ、うわ、重い、渋石だけでかなり重い、おぶしです、重い、きれいな身してる、真っ赤っか、ちょっと味見しちゃおうっと、ここがね、うまいんすよ、中落ち、しかもさばきたての、まだ空気に触れてない中落ち、いただきます。あ、でも釣りたてってこういう味なんだ。もっとね、弾力あってうまみが少ないかなと思ったんですけど、めっちゃうまみ濃い、ダイレクトにイノシン酸を感じますね。もっともっとこれ寝かすと優しい味わいになるんでしょうけどね。よし、でもだいぶ軽くなった。こっちは大トロが取れる方でございます。まあ、夏のマグロなのでそんなに大トロは濃くはないと思うんですけど、っていうてもやっぱりここまで魚体が大きいわけなので大トロあると思いますよ。もういくか、お腹側も一緒、逆包丁で皮を1枚切っていくと。皮切る位置めっちゃ大事ですね。あんまり上すぎると包丁入れた時に上に行っちゃいますんでね。だいぶ入りましたね。今ここまで入りました。ここはもう剥がれましたね。ちょっとこっちかなり失敗しましたね。よいしょー、ボーンと少し削れちゃいました。はい、目節ですね。ほら大トロ、ここ見てください。これ大トロです。いい油ある。ちょっと冒険に出るか。ひっくり返したくはないんですよ。これ片身言っても30キロから35キロぐらいありますんで大変ですから。なのでこの状態のまま骨だけツルンって取りたいですよね。僕がいつもブリとかおろすやり方でちょっとやってみましょうか。先ほどと一緒ですね。皮1枚逆包丁で切っていくと、こうですね。逆包丁だと簡単にこう包丁入ってきます。逆にこっち側からだと包丁ほんと入んないんですよ。鱗がこう入ってるんですよね。なので逆包丁で、さっき逆包丁入れたところから包丁入れて、ここの角度でやるんじゃなくてちょっと上向き、ちょっと上向きにすると骨に身がつきにくい。お、来た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 。こうやって徐々に剥がしていきます。まずここのヒレだけ取っちゃいますか。これ取れたらもうだいぶ楽になりますよ。ここがねヒレの身なんですけど、ハーモニカって言って煮付けとかにすると美味しいところですね。まるでハーモニカみたいに見えることからそうついたと言われてます。来た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 。背骨の今コリコリに当たってますね。でこっち側もいきます。ヒレを取っちゃう。これ記念にもらっていこうかな。干してニス塗って飾っておきましょう。うわ、ここちょっとミスっちゃったな。まだね、全然慣れてないから、いろんな、絶対力こんなとこ入れなくてもいいところに力入っちゃってますわ。そしたらマグロ、ここが難しいんですよ。お腹の骨、お、いいんじゃない。あとどこが繋がってんだこれ。お腹か、あとこの背骨の山頂のところの肉がくっついてるだけ。そこを包丁で剥がしていくと、来た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 。よし、取れました。どう、いけてます。お、いいんじゃないですか。まあまあ、うん、疲れてもマグロ食べると疲れが回復しますね。あ、マジでうまい。すごい美味しい赤身だ。で、分けていきます。よし、あとここが終わった。
よし、これで1、2、3、4、5で鎌が1で、もう一つ鎌こっちについてます。よし、こういう状態にできました。あとはこれをブロック状に切っていきます。手伝ってくれた方たくさんいますので、いろんな方に配るということで、腹上、腹の一番上の方ですね。で、腹中、腹下って言います。腹上一番、ここのところが大トロも取れて中トロも取れて、お寿司屋さんが好んで持っていくところですね。こちら、ドン。すごいね、綺麗なマグロです。腹髪もいいけど、腹中もいいな。腹中持ってきますね。ジリッと、あー、使いやすい。ほい、腹中で、これは背中の背髪。よし、はい、背髪で、背中ももらっていきましょう。僕のマグロで一番好きな部位、背中のど真ん中、一番いいところ、ちょっと長めにいただきましょう。ジリッと、はい、背中と腹中。よし、そしたらこちらパックに包んでスタジオに送って、スタジオからお送りしたいと思います。それではスタジオに。ただいまということで、お家に帰ってきました。いや、大間いいとこでした。ものすごい経験をしちゃったって感じで、これ完全映せないんですけど、これ僕が釣り上げたマグロの仕掛け、これで釣り上げました。これは完全企業秘密、思い出に持ってってくださいっていうのでいただきました。僕のスタジオに来た方だけこれお見せできます。というわけで、持ってきたマグロ、こちら、こちらがおぶしで、こちらが目節の方ですね。背中と腹中持ってきました。マグロにしちゃ中型って感じですね。で、本マグロはこんなイクラよりちっちゃい卵で生まれて、3年でだいたい30キロぐらいになるんですって。なので86キロなんで、だいたい6年生から7年生ぐらいですかね。たまに300キロとかにマグロ上がりますよね。だいたい300キロぐらいで20歳と言われてます。で、マグロはですね、やっぱりブリとかと同じように冬場に脂が乗ってきます。で、夏のマグロっていうのはさっぱりとした味わいが魅力的です。こう見ていただくとすごく分かりやすいんですけど、背中の方、冬場になるとね、ここら辺までしっかり脂が乗るんですけど、脂薄いですよね。もうほとんど赤身です。ここら辺まで赤身で、ここちょっとうっすら脂乗ってるかなって感じなんですけど、赤身が多いですね。大トロの方、さすがに腹の方は少し脂あるんですが、やっぱりお腹の方も赤身が多いですよねっていう部位となっております。僕ね、正直赤身が好きなんですよ。大間のマグロの赤身はキングオブ赤身です。今まで食べた赤身で一番美味しかった。つまみ食いした時ですよ、マジで美味しかった。なんで今日はこちらのブロックの柵取りして、シンプルにね、お刺身でいただきたいなと。そしてですね、今回こちらの大間の本マグロ直接交渉してきました。なんとかちょっと安くもらえないですかっていうので、かなり交渉しまして、ありえない値段で販売することが実現しました。多分この値段で販売はどこもやってないんじゃないかなって思うぐらいの値段でいけましたので、まあそちらも動画の後半で紹介しますので、もしよかったら皆さんもね、大間のマグロ召し上がってみてください。じゃあとりあえずまずこちらの僕の釣ったマグロさばきますね。いやー、ほんとね、楽しかったな。疲れたけど楽しいが勝っちゃったな。そしたらまずは血合いを外していきますね。ちょっとヘトヘトだったんで、少しこうやって、ちょっとこうやって失敗しちゃってますね。やっぱりね、マグロは難しい、さばくの。まずは血合いを外していきます。この血合いもめっちゃうまいんですよ、毎回言ってますけどね。また今度動画でやりたいと思います。フライにしてもうまいし、ニンニク醤油につけて焼いても美味しいんですよ。鮮度がいいものは普通に塩焼きしてもうまいっす。血合いが取れました。そしたら天身落とします。はい、柔らかくてうまいところ、いい赤身ですね。で、まだこれ見た目ちょっと黒っぽいんですけど、これは鮮度がいいからなんですよ。ここから冷風を当てるとマグロは徐々に発色していきます。はい、で、この状態になったら包丁入れて、こうですね、こんな感じですね。赤身の強い、ちょっと脂の回った部位ですね。おお、すごい、これいいじゃん、俺の釣ったマグロか。で、今回ね、あの漁師さん、こわもての漁師さん、あの人が凄腕、これめっちゃ優しかったな、あの人。本当にいい船に乗せていただきました。釣れたその日、祝勝会やったんですけど、朝方4時ぐらいまで僕ら飲んでましたから、めっちゃ楽しかったね。で、ここら辺から三角っていう部位ですね、少しこうやって筋が入ってきます。で、販売するときにこの三角の部位、ここは入れません。
ここ筋がとってもこう多いのでね、ここは一切使いません。すごいな、めっちゃできる。はい、で、これ天身ですね。天身は天身でまたもう赤身の濃い部位ですね。マグロの赤身っていう味です。柔らかい食感ですね。筋がない柔らかいところです。はい、こうやっておぶしを下ろし終わりました。はい、次腹の方ですね。で、今回僕もっと赤いかなと思ったんですよ、正直ね。でも今回の個体ものがいいです。油あり個体ですね。個体ばっかりは本当に分かんないですよ、選べないのでね。ほんで船によって年間で取っていい量っていうのが決まってますんで、その釣れたマグロがこのマグロです。そしたら天身を外しまして、同じように下ろしていきます。で、ここが大トロの部位、大トロ、中トロですね。ここら辺はそんなにおろしても食べれないんで、寝かしてまた後日食べます。はい、このようにおろし終わりました。そうですね、ここら辺が赤身ですね。で、ここら辺ちょっと中トロが混じったようなところ。今回販売はもう赤身です。ただ赤身って言っても少し脂が入っちゃうところもあるかもしれません。でもね、この赤身でもこのぐらいの刺しはくどくなくてうまいんですよね。天身の赤身はこう本当にうまみの濃い、こうなんだろうな、口全体に鉄分を感じるというか、そういう強いうまみを感じますよね。なので今日のお刺身は赤身をお刺身にしたいですね。で、今回販売するマグロ規格が 400g です。だいたい 400g だと、これがね、一柵 200g でおろしてあります。これ 210g ですね。これ一つ、もう一つ、これ 200g ですね。ちょっとこれ大きさが違うのは厚さの関係ですね。だいたい赤身2柵、だいたいお刺身にするとだいたい30貫から40貫ぐらい取れると思います。ちょっと分厚めで30貫ってとこですかね。で、こちらのマグロ生の状態で発送することもできたんですけど、どうしてもやっぱり天然物で受け取りが少し遅れちゃったりしますと色が悪くなっちゃいますんで、瞬間冷凍してもらいました。もう今の冷凍技術はすげえです。それがこちらですね。こういう風に発泡スチロールに入っておりまして、で、2柵こういう風に別々で真空パックで入ってます。 200g、200g、まあ、もしかしたら、まあ、あの 100g、300g もあるかもしれません。とにかく 400g 入っております。ドリップとかの関係で少し目方が減る場合がありますので、少しだけ多めに入れてありますので、 400g は確実に入っているという状態ですね。で、お値段がですね、日本一の大間のマグロ赤身 400g なんと4980円。これは本当に破格なんですよ。どのぐらいお値打ちかと言いますと、空港に冷凍のマグロ売ってました。値段がですね、大トロ 200g 10,000円、やっぱね、大間のマグロですからこのぐらいするんですよ。中トロ 200g 7600円、赤身 200g で5900円、なんでこの1本で5900円で売られてました。空港で大間のね、銭湯とかも行ったんですけど、銭湯にも売ってました。銭湯で冷凍のマグロ売ってるんだってちょっと感動しましたけど。で、これが養殖の三重の本マグロですね、の赤身を買ってきました。これで 400g、 これ同じぐらいの量です。ちょっと柵が小さいのでね、柵が3柵になってますけど、これが全部で6600円ですね。めちゃくちゃお値打ちなんですよ、これ。大間のマグロでこの値段で売ってるとこ本当にないと思いますんで、ぜひ食べてみてほしい、この機会に。なかなかこういう機会ないと思いますんでね。で、楽天さんの方で小分けで 200g 販売もしますので、ちょっと 400g 多いよっていう方はね、少し割高になっちゃうんですけど、そちらの方お買い求めください。で、大間のマグロ、じゃあなんでそんなに高いの、なんでそんなに美味しいって言われてるのって気になるじゃないですか。なぜかと言いますと、まず大間のマグロっていう定義されるのは、本州最北端の町、僕が行った大間町で水揚げされた本マグロのみに与えられる称号でございます。北海道と青森の中間のここですね、津軽海峡、こちらに面しており、黒潮と対馬海流、そして千島海流、この3つの海流が流れているため、海中の中にたくさんプランクトンがいるんですよね。で、そのプランクトンを食べようとイカとかイワシがいっぱい集まるんですよ。で、そこに集まった良質な餌たちをバックバック食べて育ったマグロがこちらの大間のマグロなんです。だから漁場がものすごくいいんですよ。良質な餌をたくさん食べるので、身が締まって味わい深いマグロに育つんです。食感はね、こうもっちりしててすごく濃厚な旨味があります。口の中に入れた瞬間すごい旨味が広がる。で、この鼻から抜ける香りがすごくエレガント。
大間のマグロ特有の脂の甘みがありますね。でマグロって高タンパク、そして低脂肪の食材なのでダイエットにもいいよ。で実際僕かなりつまみ食いしました。本当にね、取れたてのマグロなんでちょっとね、まだうまみが乗り切れてなかったんですけど、今日3日ぐらい経過してますんでちょうどいいです。すごくうまそう。ぜひね、本当に今回お値打ちで皆さんに提供することができますので、今回本当に自信があります。高級寿司店さんもこそって使うこちらの大間のマグロね、実際皆さんもご自宅で食べてみてほしい。ほんとちょっとね、いいデパートとかで売ってるマグロの赤身より安い値段で皆さんの元に提供できますので、今がチャンスですよ。本当に大間の地元の漁師さんたちもね、本当にいい人で、かなこちゃんの村だったらもうやろうよみたいな。嬉しいですね。ご協力ありがとうございました。今回僕の胸張って販売できる商品なので、これつけちゃおう。気まぐれアワードにて最高の海鮮を皆さんのもとに。以上、気まぐれ通販のお時間でした。さあ食べよう。一回ちょっとこれ冷蔵しちゃいます。よし、では切りつけていきますね。冷蔵庫に入れたらだいぶ色が出てきましたね。いい赤身ですね。で大間のマグロ何してもうまいんですけど、やっぱりね、まずはお刺身でシンプルに食べてほしい。こんなうまいのって思いますよ。今日はオケに氷スタイル、居酒屋さんとかで出てくるスタイルで作っていきたいと思います。氷敷いて、でこの上にマグロ乗せてしまうと水っぽくなっちゃうんで1枚噛ませて、そして妻代わりに今日はおごのり、今日はほうきも使っちゃおうと。では切っていきます。このぐらいの厚さに、この大きさでだいたい 30g ぐらいですね。でこれを乗せると、うわうまそう。今日もりもりでいきましょう。乗り切りませんでしたね。そしたらあしらい入れていきます。マグロのお刺身にね、こうやって山芋、これをねあしらいとしてつけると箸休めですごくいいですよ。ちょっとこう切って、マグロの山かけは美味しいじゃないですか。だからね、妻としてマグロの刺身に山芋っていうのは最高なんですよ。相性抜群です。でネギも添えて、でキュウリも添えて、僕の最近好きなやつ、草むらきゅうりとでも名付けましょうか。きゅうりだらけ。今日はちょっときゅうりの飾り切りの練習してましたんでね。で黄色もちょっと入ると可愛いですね。でわさびを吸って、でこの中にボゴンと入れるのが僕は好き。はい、これで自分で、あっ、うわっ、ないなこれは。これ今のっけときます。自分で釣ってきた大間の天然本マグロの赤身のお刺身の完成。よし、じゃあ食べていこう。お茶っ葉でこのお光沢のハマってます。うまそうなのできた。これ何がすごいって、大間まで僕自分で行って自分で釣ったマグロっていうのが考えさせられるな。分厚切りでいきました。じゃあこちらわさびをつけて、醤油につけて、いただきます。うわうまみ出てるわ。このもちもち感、そしてこの濃厚なうまみね。でこの余韻がすごいんすよ。ずーっと口の中にこのマグロの風味が残ります。このマグロの生臭さじゃないんですよ。マグロのこの風味です。この脂の少ないマグロっていうのはこの酸味がうまいんすよね。こんだけモリモリでも、これまだ 350g ぐらいです。あれ全部切ろうと思ったらもうちょっとここら辺に乗りますね。大間の本マグロの赤身の盛り合わせ、ドーン、これ5000円ですよ。ありえない値段ですからね。ちょっと山芋乗っけて、山かけ風で、これがうまいんだ。わさび山芋の千切りマグロ、いただきます。めちゃくちゃうまい。これ僕家でやってる食べ方なんですけど、ぜひこれ皆さんやってください。すっげえうまいですよ。マグロの赤身でもちょっとこう臭かったりだとか、赤身なのになんかちょっと油が回ってて美味しくないなっていうのあるじゃないですか。天然物でも養殖物でも、大間のマグロはこれやっぱ特別なんだなって思います。やっぱ津軽海峡っていうのはすごいいい漁場なんですよね。僕も今回漁師さんの船に乗せていただいて漁師体験させてもらって、船の上にもう何時間もほぼ1日いましたけど、波というか海が全く違いましたね。いろんな海流が入ってるんで複雑なんですよね。潮目があっちこっちにあるし、
結構波があるなって思ったら、ちょっと走ったらあれなんか投げになったとか、なんかねすごく不思議な海域でした。マグロを釣ったっていうのもすごくいい経験になったんですけど、そういう海域を船でクルージングできたっていうのもすごく僕の中でいい経験になりましたね。いや本当に楽しかったな大間の旅。こんな美味しいマグロまで釣らせていただいて、うん、やばい、めっちゃうまい。赤身の良さはバックバックいけるところですよね。これ僕刺身こんだけペロッといけますもん。中トロでこの量だったらちょっときついっすよ。僕このぐらいでもうギブアップかもしれません。刺身だったら、お寿司だったらもうちょっといけるんですけど、しかも高タンパク低脂質ということでね、マグロの中身はものすごく体にいいです。ほんで釣りの話に戻りますけど、正直ね1日前とかマジで釣れてなかったんですって。で僕今回本当は1週間前に大間に入る予定だったんですよ。でも台風で1週間延期になって、で今回行ったんですけど、もし台風が来てなくて1週間前に大間に行ってたら、まあめっちゃ厳しかったよって言われました。その時は全然釣れてなかったんですって。で台風が来て海がちょっとかき回されて、でマグロがこうバッと出だしたんですって。だからもう漁師さんの腕も僕の運も相まって釣れた奇跡のマグロって感じですね。もうねまだ釣り上がった時のあの真っ白の黒マグロなのに真っ白なんですよね。あのボディがね脳裏に焼き付いてますね。昨日夢に出てきましたもんマグロ。もう夢でもう一回釣っちゃった。いやーほんと楽しかった。というわけで本日はこちらの大間の本マグロの赤身のお刺身ときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ、よっしゃー、これでしょう。もうマジでもう早く飲みて。マグロの赤身と銀色最高に合いますからね、僕の大好きな組み合わせ。はい、9対1いただきます。幸せ、なんかほんと幸せってこういうことだなって思いますね。味とかだけじゃなくて満足感達成感みたいなのがすごいですね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は青森県は大間町にお邪魔しまして、漁師さんの船に乗せていただいて漁師体験ということで、大間の本マグロ一本釣りで釣らせていただきまして、そして釣ったマグロを自分で解体して、そしてお刺身にして食べてみましたけども、人生食べたマグロで間違いなく一番美味しかったですね。味はもちろんのこと、もうそれだけじゃないこのいろんな付加価値がついた特別な味がしました。でこのマグロを皆さんに安価でお届けできるってことがめちゃくちゃ嬉しいです。僕まあ大体あのグラム数だと赤身だと本当1万円ぐらいしちゃうんですよ。そこから送料と消費税もかかって、なので今回半分ぐらいのお値段でできましたので、ぜひご検討よろしくお願いします。後日僕のところに冷凍物、実際皆さんの元に来る 400g のものが冷凍物来ますので、それが来たら一回解凍してみましょう。あ、来ましたね。はい、じゃあ来たとこまで移動。動画の途中ですが、マグロの解凍方法のご説明、海から開けちゃいます。どんどん、わー、いい赤身だ。で、お水または60度ぐらいのお湯を用意します。で、この中に1リットルに対して 30g 大さじ2杯のお塩を入れていきます。よーく溶かします。で、お塩を溶かして、で、この塩水の中でマグロを洗っていきます。マグロの表面の切りかすをこうやって落とす感じですね。で、表面がこうやって少し溶けた状態、これが最高です。そしたらペーパーでしっかり水気を取ります。水気が取れましたらジップロックとか水の漏れない袋に入れて、できれば一個一個個別で入れた方がマグロ同士がくっつかないので綺麗に解凍できると思います。で、空気を抜いてきちっと密封します。で、水の中にこう入れながらこうやってやると簡単に空気が抜けますね。あとストローでチューッとやったりだとかしてもいいですし、好きなように空気をできるだけ抜いてください。水の中でこうやってやるのが一番空気が抜けるような気がします。そしたらこれが一番ポイントです。氷水を用意します。お家の製氷機の氷でも何でもいいので用意して、でマグロが浸かるように入れます。こういう低い温度でゆっくりマグロを解凍していきます。これでだいたい15分から20分ぐらい、一応大きめのボールと大きめの氷水でやってるのでこのまま放置でいいんですけど、ちっちゃいボールでやる場合は5分ごとぐらいでこうやってひっくり返したりするとより綺麗にいくと思いますよ。はい、では20分経過しましてね、こうやって周りに氷の膜が張っております。そしたらこちらをジップロックから出していきます。ほら、いい具合に溶けてる。
このダラダラに溶かさないのがポイントなんですよ。はい、こんな感じで綺麗に解凍できました。今まだ半氷の状態ですね。氷水でゆっくり溶かすことによってこの状態に仕上がります。でこの厚さによって溶ける速度違いますので、今20分にやりましたけど、こっちの柵はもう30分ぐらいやってもいいかなと思います。そしたらこちらを切っていきます。こういう感じですね。半氷、凍ってるんだけど、まあ、切れる状態ですね。大間の本マグロの赤身 400g 切りつけるとこんな感じです。厚切りに切ってこんなモリモリ、これはお値打ちですね。はい、という感じで解凍していただけたら綺麗にできますので、ぜひ参考にしてみてください。で購入は下のバナーから僕の EC サイト金子道具店で購入できますので、ご検討よろしくお願いします。で楽天さんの方でも 200g の半分のものを作って販売しております。 200g はちょっと割高になっちゃうんですけども、 400g 多いな、半分でいいよっていう方とかはね、そちらの方もご検討よろしくお願いします。 400g の4980円、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。